が大和側の加藤さんがつけるコードと俺のつけるコードはもし出ることがあったら、うん、じゃあそこの内情だけ教えて、うん、嘘は言えない。もう大丈夫、あのことはじゃあちょっと考えて、ありがとう。あと山とかにはヒデさんが面白半分で聞いてくれる以外に真面目この話を聞いてたのはヒロさんだけだから。じゃあ私は逆にすごい音楽やりたいけど伴奏ができないから、伴奏と歌をやるって崩れるからできないから。またさ、よろしくお願いします。どうしたらいいの。じゃあピアノはあの同時ライブでの弾き語りはあれは例外的な感じか。もうね、クソ大変だもんね。ギリギリだからその後にさ、最後の時にみんなでワールドでバックバンドで歌やったり、それあると楽なんだけど、これ一個こうやって録画してる。表情強いだから結構ブレブレのブレてんね。さっきのニーズの表情込みで届いた。これこれこれ来た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 、これが生だったやつ。これこれ今再放送で5時これ生放送で放送されてた。あ、そうなんだ。全く同じ左にこれは再放送ですって出るだけで、とっても今田さんのセリフがにちょめちょめ入ってます。放送禁止となります。こんにちは、地域情報便事もとおわけです。こんにちは、今日は節分ですね。皆さんのお宅では豆まきやりますか。今年もお似合いですか。あれも最初はイズビックからイズビックの豆まきをたっぷりお届けしていきます。まずは泉区で今日行われた豆まきの様子をお伝えします。そして生中継があります。旭区の本村新名所の節分祭の会場から YCV を呼んだら歴史が出てくるんで、だから生中継してくれた YCV に節分体験に来てくれています。本村なんですよ。最後に出演してもらいたいと思います。僕は本村ちょっではコマーシャルの後は地域の出来事です。どうします。同じ喜んで。もうそこそこ。いや、俺だから飲める人好きなのよ。ありがとうございます。早速心を掴みましたね。いやいや、お得を持ち歩こう。両親強いからしょうがないね。 DNA ね。ショッピングや定期券の購入でポイントが見る。でも今日は帰る。なんかむさこまで帰るんでとか言われたり、強いお酒は頼んでないわけですよ。なるほど。でも量は飲むんだ。バレた、バレた。今、おすすめです。量を飲むために強くないのね。プレゼント、あのイメージを守れば飲めるんです。楽しかった、飲むんだよ。はい、ありがとうございます。人を紹介するグッドクールアチビト期間。今田さんが出てるのは当たり前としていいんだけどね、うん、他のメンバー誰が出てるか調べてくる。誰が映ってるか、そうそうそう、もう2、3回見切れようと頑張りました。頑張ったね。頑張ったね。幼稚園の運営のほから民生委員などさまざまな地域活動を行う内藤さんの世界に迫ります。では地域の出来事です。2月3日、泉区の天守の泉館で節分の豆まきが行われました。あそこでやってるんだ。この豆まきは節分の豆を楽しんでもらおうと甲子園の豆まきが開催されています。だから豆だけだと死んじゃうよ。誰かに何とか頑張ろうとしてんじゃない。会場には年男や年女を迎えたボランティアが手作りの紙紐を身につけ登場。お年寄りばっかじゃん、なんで。確かに午前11時からはテレビを呼ぶってことはそれなりに頑張ろうとしてるんだよね。ミルクが少ないね。だけど、うん、大人が多いね。今年は子供たちが喜ぶようにマリと一緒に学校があるんだから、それ子供を呼べないでしょ。幼稚園だってあんたしな。今日でもうちの子は午前保育だったよ。まあ、しかも昼間だしね。平日昼間だからちょっときついよね。続いては子供たちの出番。鬼の棒が貼り付けた板に向かって腕を大きく振りかぶり元気よく豆をまいていました。家ではなかなかこうやってお掛かりできないので、子供たちに楽しめてとても助かりました。人数もそんな多くないから。人数少ないから。いいじゃん。いいじゃん。まあ、このちょっとね、便の悪いところですが、もうここ開院して18年、19年近くになりますので、だいぶ認知されてますけれども、皆さんが喜ぶものをこれからもやっていきますので、ぜひおいでください。
勢集まっていましたね。豆もドーナツもうまいな、したいですよね。会場では甘酒や焼き芋も販売されていたということで、皆さんね、楽を払ってお腹も満たされるイベントでしたね。この天王森泉公園では2月13日からつるし雛の展示が始まるということです。さあ続いては中継です。この後豆まきが行われる旭区の本村新名社と中継がつながっています。リポーターの高田さん、会場はどんな雰囲気ですか？はい、高田春菜です。この後午後5時30分から節分祭が行われるということで、会場には今多くの方で盛り上がりを見せています。ちょっと待った。分かんない。地元の人に愛される。そこは一息で愛されることが分かりますね。さあ、そして皆さんこちらをご覧ください。ただいまこちらでは来場者に豚汁が無料で振る舞われています。とっても美味しそうですね。それでは早速私もいただいてみたいと思います。アマルメンバー誰が最初に映るかね。まだいないですね。まだ出てこない、ね、足割っといたね。いただきます。そうだね、そうだ、ね、すごい、ええってなってる一瞬。熱いわ、熱いわ。染み渡りますね。染みるほど飲んでない。いただく豚汁とっても美味しいです。体の内側から温まってきます。って顔してるけど大丈夫？本村新名社ですが、熱々出してダメだよな。桑原駅とそして鶴上駅のちょうど中間地点で厚木街道沿いにあります。寒いから口が回んねえんだ。近くにお住まいの方は今からでもまだ間に合います。ぜひお越しください。鈴木さん、鈴木さん、なりました。今年で11年目となります。そして夕方ちょうど午後5時30分から行うこの珍しい時間帯なんですが、たくさんのお子さんに来ていただきたい、そして親御さんと一緒に来ていただきたいという理由でこの時間になっているそうです。今日はぜひ巻き役も子どもたちに体験していただきたいなと思います。さて節分といえば各地方いろいろな違いがあるかと思いますが、私の出身の青森県では節分の時に落花生を撒いていました。さあ、この落花生を撒くというのは私たちでは全国的には違うというのを聞いてとても驚いた記憶があります。さあ皆さん、そしてあちらをご覧ください。今回本村新名社では食用の廃棄油を主原料としたエコキャンドルによる朝日エコキャンドルナイト in 本村新名社も開催されているんです。こちらについてもお話を伺いたいと思います。お話を伺うのは今城さんです。よろしくお願いします。来た。